ハリーです。ローテンブルクにあります製薬部協会行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ローテンブルクです。ローテンブルクはですね、天狗の形みたいに見えませんか。手前が首で、真ん中の薬部のあたりが目で、真ん中の協会のとこね、それで鼻の方に、左出っ張ってるところは鼻みたいに見えませんか。これ日本のね、人がこちらに寄付したということです。こちらが、ローテンブルクにあります製薬部協会。1311年から1784年に間に建てられたローテンブルクの主な、主教会です。祝養式です。中世時代からキリストの 聖地が祀られていると言われ、多くの巡礼者が訪れています。中にはドイツ最高のテーマンシュテールシュナイダーによる聖地祭壇があります。1505年に建てられたものです。行ってみたいと思います。最後の晩餐です。最後の晩餐有名なんですけどね、イエスはこう言いました。あなたたちの一人が私を売るだろうという死のもとにあざわめく弟子たち、イエスを裏切るという約束で得た、銀の30枚が入った袋を思わず立ち上がる、手を持って立ち上がるユダ。それでもね、ユダを眺め私の体と思いなさいと言ってパンの一切れをイエスが渡したということです。いやー、できまいと思います。聖ヤコブ教会には5500本のパイプを有する、ね、オルガンもあります。すごいです。5500本のパイプを擁するリガー社製のオルガン、1968年に設置されています。その音はすごく定評があるというふうに言われています。ここから入って左側のところに見るものが一つありまして、階段上がってきます。2人の天使が支え持つ金箔の十字架にはイエスの血が三滴水晶で納められていると信じられています。行ってみようと思います。天使がの上に丸い水晶があると思うんですけど、あそこに三滴のイエスの血が聖なる血が三滴が水晶に収められると言われています。あちらの水晶です。はい、ローテンブルクにあります聖ヤコブ教会行ってまいりました。こちらはローテンブルグの真ん中にあります、歩くと広場から歩いて5分ぐらいのところです。中入りますとすっごい高い屋根と大きなね、堂内には圧倒されます。最後のね、晩餐とか、それから上にはね、イエスの血を入れた、ブローチみたいなこういう塊がこの上にあったところがすごい印象的でした。ぜひ、ローテンブルクに行く際、こちら行かれることをお勧めします。ハリーは世界中の面白いところ、いろいろ回っています。ハリーと一緒に世界を迷ってみませんか？チャンネル登録よろしくお願いします。ハリーでした。